全伏寺は、兵庫県神戸市長田区にある浄土新州本願寺派の仏教寺院。三号は一条山。本尊は阿弥陀如来。美の竹約二尺七寸。十七世紀の作とされる。天正元都市外国の武田信虎の子息、武田光月之助信久公が、本願寺第十一代門主、賢如商人に帰還し共有という法名を賜り、 摂津国八部軍二つ茶屋村に昭安を混流したのを始まりとする。その後二度の移転を経て、昭和十六年に、現在の神戸市長田区の地に移転した。前福寺初代、京介は、武田姓であるが、息子の禅福寺第二代、両安以降は、伝を取り除いた、武の姓を名乗り現在に至る。天正元年に開国の武田信虎の子息武田光月の助信久公が、 本願寺第十一代門主、賢女商人に帰依し、京介という法名を賜り、摂津国八部軍二つ茶屋村に昭安を混流したのを始まりとする。寛永十六年に本願寺第十三代領女上人により善福寺の事号を授与される。王子境内で交易が行われていたことから、四条山と合し、後に一条山と文字を改めて三号となる。 漢文元年には、二つ茶屋村の人口の増加に伴い門徒数が増加。そのうちには、海鮮業者のものが数多くおり、船の出入りごとに銀百目ずつが全福寺のために積み立てられ本堂が完成した。全福寺では、こうして功労者に報いるため、それらの門徒の葬儀に際しては、家から墓地まで特別の行列を作り、念仏を唱えながら送ったという。これを、 全福寺の道念仏といった。明治4年に鉄道布設に際して兵庫県神戸市中央区下山手通りへと移転。本願寺より真っ向の素織成人見影を授与されるなど特別の待遇を受けるが、大正6年に出所不明の火災により本堂が全焼する。その後、土地を本願寺へと明け渡すこととなり、昭和16年に全福寺は長田区。 三船津へと移転した。中央区下山手通りにあった当時の善福寺長田区に移転後、昭和52年には本堂の建て替えが行われた。昭和当時の寺院では珍しく、鉄筋コンクリート作りのモダンな外観を呈する本堂が完成する。阪神淡路大震災においては、その頑丈な作りが功を奏し倒壊せずに無事。また、 長田区内で発生した大規模な火災も幸いに免れた。電車バス車、ありがとうございます。